はい、こんばんは。第三国志やっていきます。どうも、ハルポンです。雑談から。日曜日にね、やっと給付金、10万円給付金の申請書が届いてですね、その日に、申請書に記入して、身分証明書とかね、キャッシュカードのコピーとかを取って、ポストにね、投与してきました。なので、まあ、月曜日にはね、多分届いてると思うんですけど、自治体の方、市役所かな、区役所か、届いてると思うんですけど、まだね、来てないですね。ちょっと楽しみに待ってます。はい。で、まあ、6月入ったんで夏のボーナスもねありますし、今度ね新規ガチャで出るあのギジュとかジョコウキツのね新武将3人をちょっとかんじゃったっすけど回すかね悩み中です。リジュはね特に一番欲しいかな。ただなんか皆さんが欲しいのはジョコウなんかなとかも思ったりします。ジョコウのね、戦法とかすごいいいですし、ジョコウはね、すごい環境がまた一つ変わりそうな武将ですね。はい。まあ、そんなわけで、その10万円の給付金をね、どう使おうかなと迷ってる感じです。はい。じゃあ雑談は終わりで、今日の本題は抽選条件について喋っていきます。まあ、これからお話しする内容を聞いて皆さんは抽選条件をまあ、どのように感じてるのかなとかってとこですかね。あとはどういう抽選条件がいいのかっていう。はい。で、なぜそういう話をするのかというと、100石でね、戦争が起きて、戦争が終結して、集結するときに、僕がね名手として抽選条件を提示したわけなんです。だから、ちょっとこういう話をしました。まあ、知ってる方もいる通り100石の方で、ハルポンはですね王の守護者の名手をやってます。で規模としては、今ね190人ぐらいいるんでもうほぼ200人規模の同盟ですね。で同盟ランキングも1位でやらせてもらってます。でその何個か前の動画で100石の方で領収の風さんと、戦争が勃発したっていう動画を出したんですけど、実はその戦争はですね1週間前ほどに、終わってまして、で実質ね、ランキング1位の僕らと2位の領収の風さんとの戦争だったんで、実質、まあ、洛陽とかね、その他州府をかけた戦いだったと思ってます。はい。で、実際にね、州府はいただきましたし、ちょっと今からね、終戦条件の、まあ、内容をお話ししたいと思います。まあ、名手だからちょっと。話せることですね。今回ですね終戦にあたってすごいね、個人的にも厳しいと思う条件を出しました。まず一つ目が、領収の風さんは同盟を解体することで、領収の風さんにね所属している会員以上は今期在野で何かね、
まあ、揉め事なり何か有事が生じた時のために、会員をね、一人強制的に移籍と、まあ、会員の名前は伏せます。で、移籍合流、まあ、王の守護者にね、移籍したい方については、ちょっとリストをね、作ってもらって、こちらで選別すると。で、領主の風さんの、まあ、本拠地である領主、全城明け渡し、および兵州の州府ね、明け渡し。だから州府は2つ結局もらうってことですね。はい。まあ、そういう条件を出しました。まあ、いろいろね、この条件に至った、まあ、理由としてはあるんですけど、例えば、領主の風さんはね、すごい強かったんで、もう今期ね、何ですかね、王の守護者に、まあ、反旗を翻さないようにね、ちょっと同盟解散を条件に加えたりとか、あとはまあ、そうですね、その合流したい人を、まあ、こちらで選別するっていうのはもちろんね、強い方を王の守護者に引き入れて同盟を強化するためですね。あとはまあ、領主とか兵州の州府。受け取るのはまあ、シーズン報酬にもかかってくるので、その辺を条件に組み込みました。内容を聞くとね、すごい厳しいんじゃないかなって思います。個人的にも思います。まあ、この条件をね、まず提示することによって、まあね、まあ、上からって言ったら悪いんですけど、最初からちょっと低い条件でいくと、やっぱり、まあ、同盟の覚悟とかね、あとは、その同盟自体がちょっと小さく見られるっていうこともあると思うので、やっぱり、結構厳しめの条件からいきました。もちろんね、条件については、まあ、相手が何か交渉があれば、いろいろね、交渉する予定でしたけど、まあ、あっさりちょっと、まあ、負けを認めてくれて、しかも終戦条件もね、あっさり飲んでくれたので、まあ、こういう厳しい条件で戦争が終結しましたという形です。で、まあ、あっさり飲んでくれたので、まあ、しっかりですね、条件を守ってくれて同盟解散したりしてくれたんですけど、やっぱりこういう厳しい条件を出した結果が、まあ、結構ね、引退者が続出したんじゃないかなって思ってまして、はい、まあ、その辺がね、ちょっと条件を提示した本人としては、まあ、張本人としてはちょっと気になってて、まあ、この100億の王の守護者の名手はね、今季だけではなくて2シーズン、3シーズンというふうに続けていくつもりなんで、まあ、今後ね、その例えば王の守護者負けて条件を提示されることもあれば、またね、まあ、今回みたいなすごいもうほぼね楽をかけた大きい同盟同士の戦いじゃなくても、まあ、小さい小競り合いでもやっぱ終戦条件ってあると思うので、ぜひね、ちょっと皆さんの意見を聞きたいなというふうに思って話しました。で、まあ意見ってどんなもんがあるんかなっていうと、例えばそんな厳しい条件を出されたら、まあ個人的にはもう第三国このサーバーやりたくないなとか、あとまあ別に一人でも同盟に所属しなくても第三国志なんかいろいろできることあるんで、まあ、その条件出されても別にね問題ないとか、もっと優しい条件でちょっとね戦争を何回もできるような条件でもよかったんじゃないかとか、まあそういういろいろな意見があると思いますので、その辺をちょっと聞いてぜひ、ね、今後の参考にしたいなと思います。はい、そうですね、まあ、そういう感じで話しました。今回ね、何せ初の名手なんで、ちょっとね、終戦条件もいろいろ考えたんですけど、結構ね、難しいですね。まあ普通にその名手やるのも普通に
いろいろお手紙来たりとか、まあ、いろいろルール策定したりとか、まあ、小さい揉め事にね対処したりとか、まあ、いろいろ大変なのはあるんですけど、その中でも終戦条件をね結構そのサーバーの未来も変わりますし、まあ、同盟としてのねいろいろ、まあ、難しいんですよね。だからちょっとねその名手としてのレベルアップを図るっていう意味でも、まあ、第三国志をねやってらっしゃるベテランさんだったり初心者さんの意見をねすごい聞きたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあね今回はこんな感じで終わります。はい、ではバイバーイ。